1960年代だったと思うんですけども、大きなその水面のある地底湖を見たよっていう、まあ、そういう文献が残されているんです。謎の大地底湖がこの奥にあると。リサーチダイバー久保明義、龍泉洞に眠る大地底湖の手がかりを求めて6年ぶりの潜水調査に挑む。経験を積んできたとはいえ、やっぱり潜るたびにですね、やっぱり緊張はするわけですよね。今からお邪魔するんでおとなしくしててねっていうのは自分の中で思います。岩手県岩泉町、日本三大鍾乳洞の一つ龍泉洞のある町として知られている。龍泉洞は世界有数の透明度を誇る地底湖を持つ鍾乳洞です。龍泉洞の水がすぐそこの志津川に注ぎまして、町内で尾本川と合流します。飲料水として使われておりまして、欠かせないものだと思います。岩泉というこの地名がどこから来ているのかと思うと、岩と泉になりますので、まさしく龍泉洞が起源になっているのかなと思っております。1968年に潜水調査の際にですね、事故が起きまして、とうとう命がなくなっております。それによりまして、潜水調査は中断という形で、来ておりました。それが2009年になりまして、事故が起きない、そういったリスクを犯さないような調査が必要だという判断になりまして、リサーチダイバーとして、久保さんの名前が挙がったわけです。2016年、大型台風により川が増水、龍泉洞は甚大な被害を受け、またしても潜水調査の中断が余儀なくされていた。次に明日一日の水の中でやる作業を確認して、それから6回ですかね、調査をやった回数ですね、マイナスな出来事を我々が原因で起こしてしまうっていうのは、これはもう本当に絶対避けたい。計画を立てる時にはやっぱり慎重にならざるを得ません。次の調査のための予備情報を確認しておきたいというのが目的になります。毎回龍泉洞の地底湖入るときに、初日の朝こうやって頭下げて、なんとなくね、落ち着くんですよね。はい、ここはやっぱり天然記念物なので、誰もが気軽にいつでも潜れるというところではないんですね。一定の条件クリアした人たちがいわゆるそのこの調査に参加できますので、まあ、その点についてもやっぱり貴重なやっぱり潜水経験だと思います。とてもワクワクしてます。やはり1回目は緊張します。それをどうやって乗り越えるかっていうか、自分の中でコントロールしているかというとですね、徹底的に自分を客観視するということですね。いよいよ地底湖の奥深く、ドラゴンブルーの世界へ。やっぱりすごいところなんだなというのは、まあ、再確認させてもらいました。1964年から時を経て、潜り続けた伝説のダイバーズウォッチが再浮上。現代的なデザインとスペックを合わせ持ち、よみがえる。追求をやめないその腕に、ダイバー1964セカンドエディション。